では入団を、はい、これまたね、入団お昼まで待ちますね。あ、そう、入団の準備ですね。はい、1、2、3、4、5、覚えたじゃん、6ヶ月だよ、6ヶ月、6週間か。あ、今日最後の入団です、なんとなんと、わ、少ない、なんと、今年最後の入団と、はい、よいしょ、この入団シリーズが取れるのも最後、まあ、最後ということで、ちょっと卵少ないね。最後なのに、あまり卵の数がないと。さて皆さん、また卵の入団シリーズのない月がやってくると。早いね、もう終わるんですね。もう終わっちゃうのか。まあ、今年という、今年はもう卵自体がね、まあまあ少ない。あ、いやいや、でも時期は変わらないから。まあ、冬はね、エミューちゃんの卵が生まれますように。そうですね。はい、では、すごい少ない、転記していきます。17個か。うん、まあ優勢卵率がきっと上がっていると思いたい。これ全部生まれてほしいね。今後いつ怪しいな。あ、ダメそう。では、はい、少ないから一人でもいいや。ほんと、うん、いつものだって半分ぐらい。新ぶりだね。でも、シンブリも無精卵が多いだけで生まれてはいるんですよ。そうね、無精卵は生まれるから、シンブリは、うん、今年はどこのパドックが優秀なの。今年は32頭、32頭、まあ、13とか13、14、まあ、32は、うん、わは、わは、うん、まあ、あとは45、45もでもちょっと虚弱なヒナが多い気がします。31も生まれてるけど、こういうのも多いね。最近31の卵だなって分かる。うん、そして31の卵はバケツに入れて持ち帰りたくないもん。弱すぎる。絶対に割れるもん。そうね、こういう卵はあれで表面から抜けてってダメになっちゃうのが多いじゃん。そう、水分が抜けすぎてしまいますね。13、14はまあいいね、いつも、うん、ヒナもなんか足が太くてムチムチしてていい感じ。そこの巣立ち大きいからな。うん、でかいでかい、うん、あ、18、ここ若いメスなんだけど生まれるといいな。あ、18ってあの一番奥の。あ、そうそうそう、若いペア、まあ、若くない、オスは若くない。卵産んでるだけでも偉いけどね。うん、ね、偉いよ、偉い。あそこってオスが若いんだっけ。オスはね、上何歳だろうな、7歳とかかな。しかも大きい、大きめなんだよね、若いのに。メスは偉い、すごい。メス自体が大きいからすぐオスカーってやってくるんですメスにはでも優しくしてて偉い。人間にも優しくしてくれ。なんかさ、いろんなパターンの子がいますよね。人間にはめちゃくちゃ優しいけど、メスに当たりが強い子と。もう、スプラじゃん。ね。ハグリッドはどっちにも優しい。ね。うん、そうね。もしかしたらもう、うん、自分以外に何の関心もないのかもしれない。あ、でもそれでも、害を与えるより全然いいね。まあ、12か。
細長い卵すごい形だな。生まれたらいいんですけど、すんごい折りたたまれてヒナが入ってたわけ。うん、うん、生まれてほしいね。卵が細いと細い子が生まれるんじゃん。いや、どうなんでしょう。これとかちょっと細長いけどさ、うん、でもちゃんとした普通のヒナが生まれてる印象があります。うわ、細長い。なんか細長いの多い。同じパドックですね。より恐竜の卵っぽいね。ヘビとかすんごい細長いのにさ、うんうん、なんか入ってるよね、ニョロニョロって。はあ、入ってる。ヘビはなんか完全にこう、そう、なんか飛ぶ道幕みたいな感じでさ、お、これで最後か、少な。はい、ということで、お昼まで待つのか。はい、待ちます。全部で18個。 1,2,3,4,5,6,7,8、 違うな、17個です。4月25日。はい、 OK です。はい、油断をします。はい、午前中に並べたやつを、こちらをどこに入れようかな。こっちかな。ここ？うん、3個ずつで5個、5列使えば、うん、いけそうね。ではこっちに入れていきましょう。ここだっけ、この間。あ、そう、検断した。そうそうそう。匂いはしてないから大丈夫そう。うん。はい。はい。ここに、ここの2列でいきましょう。はい。どうやって入れようかな。あの、便利な台を。台、ここにいる。便利な台の上にさ、うん、これ乗せちゃうの。いや、ちょっと怖くないですか。なんか一気にいけそうだな。いや、なんか耐荷重とか心配だし。そんな馬ではなんだっけな、ジョインアベニュー、うん、覚えてる。覚えてる、ジョインアベニュー、はい、ブラックホワイト。ジョインアベニューにさ、卵スイスイするだけで返してくれる人いるじゃん。いましたね。あいつ怪物だよな。懐かしい。育て屋さんいらなくない。いらなくなっちゃった。よいしょ。この5,17,18っていうのは何の数字？そこ？プラスチックのケースに書いてある。ああ、全然わかんない。私が来る以前の。昔は何で使ってたんだろう。あれ、これ別の用途がある？もらい物か？いや、別の用途はなくって、うん、もともとこの深きのカゴだと思うんですけど、フランキか。あ、そうそう、フランキとフカキって何が違うんですかっていうね、あ、コメントが昨日来てたよ。はい、ですね、コメントでも返すけど、うん、フランキはこの天覧機とも言うんですよね。このグアーシーソー型ってこと。そう、あ、今これ動かないけど、うんうん、あげてるかそうで、フカキは動かないです。
牡蠣は最後の1週間とかだけ入れて、あ、なんかあった、初生ディナーも1日ぐらいはそこで過ごす。孵化解除しているところが孵化器、こうやって卵いっぱい保管してるというか回してる方はプランキ、はい、あ、まだあった、ごめん、だそうです。すごい細長い。よ。よいしょ。はい。はい、いっぱい。まだある。あと1、でもあと1往復で終わってしまう。17個です。おお。あと6個。少ないね。うん。まあ最後ということで。お。最後の入団なんだって。こっから生まれる卵は全部ショップの。ショップの？商品です。ああ。そういうことでしょう。こっから生まれる卵、ああそうです。これこの最後の入団以降。そうそう、私たちの気持ちが変わらない限り、うん、なんかの実験には使うかもしれない。うんうん、 OK、 これで付箋を持ってきますね。はい、付箋、付箋、はい、もうじき9月の8日になるということで、たくさん生まれますね。この間の絢爛入卵、絢爛したのか、ゆでた卵たちが無事かえるといいですね。はい、10月6日だよね。8月、この間覚えた、6週間。うん、いや、今まで覚えてなかったことの方に驚きです。みんなに言われる。何回も入れてるじゃん。みんなに言われる。これ何回動画撮ってる。そう、いやね、どうやって決めてんだろうなっていつも見てたよ。決まっております、ちゃんと。数字の感覚を見れば分かったかもね。そう、あと私カレンダーこうやって数えてたでしょ。確かに。そう、確かに。それは6週間を数えておりました。あとね、うん、コメントでね、うん、あの、獣医師さんですかってコメントが。違います。あの、孵化解除とかしてる時のやつなんですかね。そうそうそう、うん、違います。この間のやつで、たくさんダチョウが帰ってるようですが、うん、獣医師の方ですか。違う、大学には獣医科ってありましたけど、違います。親のいつもの通り、うん、違います、ただの飼育員ですって書いてある。あ、うんうん。それでいいです。全員の資格持ってたらね、ね、資格というか免許あったらいいんですけど、そしたら強いね。強い、うん、うん、だってほら、あらゆる所作に裏付けが、うん、自信満々で全部できるでしょ。どうだろう、わからない。でも担当の獣医師さんいるんですけど、うんうん、大橋先生とかね。はいはいはい。でもダチョウはやっぱり皆さんマイナーすぎて、マイナーすぎて専門外、獣医の友達とかいるんだけど、うん、ちょびっとしか触れない、参考書で。野生のことしか多分触れない。確かに。そう。もうそのいないもん。マイナーもマイナーよ。そうそう。インコとかさ、あれじゃん、ちょっとはやるのかな。あれ、獣医にも鳥分かれたりするの。いや、私の大学はもう大動物とペット、うん、小半量動物。大っていうのは象とか、動物園にいるような。あ、いや、あの、あ、でもそうか、牛、馬、豚、
大きめの家畜たち。家畜たち、そうそうそう。ニワトリはあんまりもう診療しないけど。悲しいですけど。かわいそうですね。悲しいですけど。悲しいですね。ダチョウが自信を持って見れる人はいないと。日本に何人いるんでしょうか。いるのかな。台に入らないの。台。まだ家畜として認知されてない。あ、いや、見てもらうとしたらその家畜大動物獣医さんなんですけど、それでも難しいらしいです。鳥だもんね。鳥って全部小型に入りそうじゃない、うん、でも小型の鳥たちとはまたちょっと作りが違う。違うよね、うん、飛ばないし難しいよ、ね、走るし。エミューはでも似てるのかな。そうね。エミューはいるの。いや、聞いたことない。エミューもいないでしょ。聞いたことないですね。でも早朝のよりはいないんじゃん。ね、低いのにいないでしょ。逆にどうやって食を探すんだろうね。低い鳥専門です。強いね、それはそれで、うん、ニッチすぎるけど。でももう全国から引っ張りだこじゃない。多分全国の動物園仕事はたくさんあるじゃん。そうそう、どこかに専属でっていうのは多分フリーランス。ダチョウ専門フリーランス医師。でも需要があるよ。私たちの仕事からすればある、ね、見てほしい。そう、あとオスメスの完璧な見分け方とか、うん、なんで下痢になるのとかさ、どうやったら孵化率上がるのとかさ、あ、有精卵と無精卵の見分け方とかさ、そこは多分獣医の領域ではないですね。病気になってからか。あ、粘点の直し方。あ、そう、それは聞きたい。絶対に聞きたい。粘点の予防とか。ねえ。なっちゃった後直すのもあれだけど、そう、予防じゃない？そうですね。遺伝の関係なのか、それとも私たちで防げるのかとかは聞きたい。うんうんうん、足が滑ってなると関係なかったりした。うん、その可能性は。それじゃみんな年齢違うじゃん。でもダチョウのその飼育マニュアルというか、はいはいはい、書籍にはその滑って転んでとか足への負荷がっていうのはちゃんと書いてある、うん、あれを書いてるのはお医者さんじゃなくて、でもそういう人たち、なんとか大学のなんかそのダチョウ飼ってその知識が積み重なってた人たちが書いているはずです。なので多分一定の信憑性はあるでしょう。ゆくゆくはうちも書けるかもしれないね。書けるかね。育成率 100% とか言ってさ、 100% になったら書ける気がする。 100% になったらその書籍よりうちが正解だろね。え、あの論文発表できる強いよ、うん、ダチョウといえばうちみたいになっちゃう。そうそうそう、うわ。ダチョウ日本代表じゃん。野望が、うん。暑い。はい、あれ、はい、はい、入団が終わりました。バイバイ。